ボートレース玉川の SG 第51回ボートレースオールスターシリーズ2日目の競争、いよいよラストカードを迎えています。予選競争の第12レースです。メンバーは1号艇池田浩司、2号艇瓜生正義、3号艇佐田松勇樹、4号艇深谷智弘、5号艇原田幸也、6号艇佐藤翼、以上6名による競争枠なりとなっています。現在の待機コード、まもなく6選手ホーム側です。さあ、左右地には人気の中心です、1号艇の池田浩司、そしてそのすぐ後ろ、先ほどはアウトコースしのいでおりました2号艇の瓜生正義です。でこちらホーム移ってきておりまして、3号艇今日も前半戦トップスタートを決めていた佐田松勇樹です。残りの3選手船を下げております。4コースに4号艇の深谷智弘です。あとは5コース5号艇の原田幸也と収まりまして、一番外です6号艇の佐藤翼、今日前半カードは直にまくりに行って白星をつかんでおりました。さあ、以上6名によっての本日最終レースです。第10レースの予選コースは内から1番2番3番ラッシュが4番5番6番です。スタートが切られていきました。1番の池田、3番の佐田松、2人でスタート、まずは1周1マーク、3番の佐田松がマーク、出しを狙っていきます。池田浩司が1番バックストレッチカーです。逃げました池田浩司、1号艇スタートは前提正常でした。人気のど真ん中、1号艇池田浩司がバッチリとその期待に応えていきそうです。1周2マーク、2番との争いは4号艇深谷、2番差しから1号艇に運んで2番のウリがもう一度刺す、ホーム側ウリを差し切りました。これで上位の体勢は1番池田から2番瓜生、4番の深谷となりました。後続筆頭は3番の佐田松勇樹でありまして、ボート内に寄っていきまして、これから第1ターンマークです。4号艇の深谷が今度3番佐田松を握り込んでかわしにかかります。バックストレッチです。4番の深谷が忍んでいます。そして3番の佐田松ポジション変わらず、現在3番手4番手の定冠が4点進ほどとなっています。2周マークの旋回です。先頭から1号艇池田、2号艇瓜生、4号艇の深谷、小回りで気を伺う3号艇佐田松ですが、ここチャンスはありませんか。4番の深谷がロスなく回して3番手をキープしております。最終周回へと移っていきます。上位の体勢は1番池田、2番瓜生、そして4番深谷の体勢、追いかけ続けてこのポジション、3番の佐田松もう一度小さく回って気を伺います。バックストレッチへ抜けて捉えてきますか。3番佐田松、それでも4番の深谷が粘り込んでおりまして、その差は一定進ほど、そしてへさきが入りました。3番の佐田松勇樹絞る、4番の深谷、そして3番佐田松の内から突破していく、突破していく佐田松、回った2番深谷が差し込んできた。ホームストレッチ、3番との差は並ぶ、佐田松か深谷か、深谷か佐田松か、接戦です。先頭1番の池田逃げたところでゴール、2番瓜生ゴール、そして3番佐田松か4番深谷か、接戦となりました。方法もさらに際どい、6番5番がほとんど同時です。以上第12レース予選競争でした。着順確定いたしました。ただいまのゴール3着は3番、ただいまのゴール3着は3番、なお3、4着の着差は4分の1停進、着差4分の1停進でした。3着争いね、大接戦 でしたね。もう歓声が沸き上がってましたね。すごかったですね。さあ、ただ勝ったのは1号艇の池田浩司選手、さすがでした。元気を背負っておりましたが、危なげなく押し切りましたね。はい、今日の前半戦はちょっとこうまくり差しに ね行こうとしたんですけども、はい、ちょっと入りきれず、結果後方走る結果となりましたが、はい、しっかりと巻き返す形となりました。お、笑顔からね。結局ね、3号艇の佐田松選手が最後3着入って 1,2,3,800円、一番人気ということになりました。さあ、船橋どうなんでしょうかね。はい、この後ウィナーインタビューまでお待ちいただきましょう。さあ、それでは12レースの払い戻し金です。2連単が1番2番300